3分でできる高級お宿のお豆腐。にがりがないと固まらないので注意。静かによーく混ぜるのが成功の秘訣です。ふんわりラップをしたらレンジで加熱するんだけど、加熱しすぎると爆発音が鳴るので気をつけてください。表面はボコボコしても大丈夫。裏はつるんと綺麗な形になっているので、スプーンですくうかそのままお皿に返すのもありです。トロントロンの高級お宿のお豆腐が出来上がるので、ぜひ試してみてください。